林奉行は、江戸幕府における職名の一つ。幕府直轄の山林を司り、材木の伐採や見分、運搬などをその職務とした。勘定奉行の支配で、昇華の末ずめ。百票高の持ち高勤めで、当初は役物があったが後に廃止された。定員は4人から6人。部下として、手代と手代見習いが付属。昇徳期の文言帳では、 武行四人に手代十人、同心四人、山役人が十六人付属とあり、完成年間の武漢では、武行二人に手代八人ずつ、安政三年の会計便乱によれば、武行十六人に手代九人付属と記されており、その人員は一定しなかった。お取りみ役からこの職につき、後に作事家武行や御細工頭へ進んだとある。状況二年六月十日。 感情約4人が、量材の巡殺を命じられたのが、武行職設置の始まり。当初は、定員4人だったが、共法9年から同10年に2人になり、幕末期には16人前後に増加した。薬物として7人物から10人物が支給されていたが、明和7年に、薬物支給は廃止された。AB、李長より、秋吉大六より、ありがとうございます。